HMS キャンパーダウンは、ビクトリア朝時代のイギリス海軍のアドミラル級戦艦。艦名はアダムダン艦提徳による。キャンパーダウンは戦艦ハンソンの姉妹艦で、先行する戦艦ハウ及びロトニーの改良型である。変更点としては、砲座の装甲の増圧と装甲体の延長が上げられる。装甲の強化によって、排水量は百五十トン増加したが、 喫水の増加を防ぐために全長が5フィート、全幅が6インチ拡大された。手法は13.5インチ砲4門を2門2組とし、上部構造の前後の中心線上の砲座上に配置した。砲座は満載時の喫水線の20フィート上に置かれ、約270度の社会を持っていた。砲弾の重量は1250ポンドで、 1000ヤードの距離で27インチの鉄板を打ち抜くことができた。6ポンドノルデンフェルド速射砲の訓練キャンパーダウンは1889年7月18日にポーツマスで収益し、はじめは予備部隊に所属した。1889年12月には地中海艦隊の機関となり、1890年5月に海峡艦隊機関に任じられるまでその座にとどまった。 1892年5月には予備艦隊に移り、1892年7月に地中海艦隊に復帰した。1893年6月22日、訓練中に戦艦ビクトリアに衝突し、これを沈めた。1899年9月にはカテゴリー B の予備となり、1900年5月には造船所予備となった。 1900年7月から1903年5月まで、ラフスウィリーにおいて沿岸防備の任務に就いた。その後1908年までチャタムで予備艦として過ごした後、ハリッチの潜水艦渓流船となり、1911年に売却された。ありがとうございます。